こんにちは。今回は大谷翔平、球の速度が遅くなってきてる姿にファン心配、一体何がの話題をお送りします。 WBC での大谷選手のピッチングに比べて、最近のエンゼルスの大谷翔平選手の球速が遅くなっていることでファンが不安に感じているようです。実際にこのお話についてあなたはどう思いますか？この話題について日本からたくさんのコメントが寄せられてます。こちらです。あえて抑えて投げてるとはいえ、それでも大谷が100マイル以上出してるのが見たい。剛速球を投げれるけど頼りきってないのがまた凄さ。大谷さんは速度ばっかり求める単純さに惑わされず、ちゃんとシーズン全体見てるからすごいんだよな。大谷は二刀流で、佐々木は投手全振りで新記録を出してほしい。150キロ台をコンスタントに出して先発でたくさんイニングを出せてればいいですよね。 WBC でも普通に164で出たし、出ないわけじゃないけど出力ある程度抑えてるとは思うし、むしろ出力上げすぎて怪我してほしくないですし、スイーパー棚上げしてるし、まっすぐも若干スライドしてるから今は球速は上がらないと思う。 WBC とかオールスターみたいに短い起用なら100マイル連投するし、WBC でトラウト相手に投げた球が大谷の全力なんだろうな。 WBC の決勝の投球を見てると、本気の投げたにはほとんどの打者は打てないと思う。自分のコンディションをコントロールできるようになったんでしょ。ちょっと抑えて投げてますが、160キロは臭すぎる。今年はさらにテイクバックを小さくしたから球速が落ちるのは仕方ない。藤浪さんも見習う必要があると思う。爪が割れていて治る過程では全開では投げれない。昔より伸びよくなってる気がしてるけどな。今は球質に重きを置いて必要最低限な時に160以上の球を投げてる。専念する時は打者一択だし、日本のファンも向こうのファンも見たいのは打者大谷一択だからね。最速より変化球にこだわるようになったのでは。メジャーでは100マイル以上のストレートでも打たれるからね。ピッチクロックに合わせた球速なのかもね。出そうと思えばいつでも出せるけど、その分負担が大きいから抑えてるだけやろ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に野球を盛り上げていきましょう。あなたの意見もコメントで教えてくださいね。チャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。